2週間で髪を伸ばす5つの簡単な方法。ヘアスタイルはお天気のように変わるものです。顎下ボブ、編み込み、腰まであるエクステ、ショートレイヤー、または超ストレートカットなど、来月や来年どんな頭になっているか予想するのは難しいですが、髪の毛はできるだけ早く伸びてほしいとみんな思っています。今日は2週間で髪の毛を伸ばす効果的な5つの方法をお伝えします。この簡単なテクニックの中で一つでも試してみようと思うものがあれば、いいねを押してくださいね。1. 正しい方法で髪の毛を洗う。健康的に髪が早く伸びるかどうかは、家でのヘアケア方法によって変わってきます。ブラシで溶かすだけでは十分ではありません。少し掘り下げて見てみましょう。あなたが髪を洗ったり、溶かしたり、整えたりするその全ての行為が髪の成長に影響を及ぼしています。合わないシャンプーや頭皮を痛めてしまうようなブラシを使っていると、髪の成長を遅らせることになるでしょう。最も重要なのは髪を洗う工程です。ここでその方法に話を移しましょう。シャンプーをつけて頭の上で泡立ててから洗い流します。コンディショナーはその都度使用します。まず第一に、適切な水温にして頭皮にストレスを与えないようにする必要があります。頭皮は体の中でも最も敏感な部分の一つなので、40度から50度以上のお湯を好みません。熱すぎるお湯を使うと頭皮にダメージを与え、毛根を傷つけてより敏感にさせるでしょう。また自分の髪に合った種類の適切な量のシャンプーを使うことも心がけましょう。ヘーゼルナッツぐらいの大きさで大丈夫です。体が毛根の成長を助けるために出している天然の油分まで取り除いてしまう刺激の強いシャンプーを使うのは避けましょう。手のひらにシャンプーを出し、両手で泡立ててから髪の毛に広げましょう。頭頂部に最もシャンプーを多く使うことで、頭皮からフケや古い角質を取り除き、きれいにすることができます。その際、指の腹で頭皮を揉むように洗いましょう。髪が抜けるのを防ぐためには毛穴を冷やす必要があります。これをするには大量の冷たい水できれいになった髪をすすぐのが最善の方法です。毛穴が閉じると少し毛根が強くなります。この簡単なステップ一つで劇的な違いが出てくるでしょう。 2. 適切なヘアブラシを選ぶ。これは重要ではないという人もいるでしょうが、私たちはそれが間違いだと簡単に証明することができます。髪を傷つける行為は髪を伸ばすのを遅らせるのに最も最適な方法ですが、私たちの目的はそうではありませんね。ヘアブラシの種類の違いは髪の毛の成長に大いに関係しています。もう少し踏み込んで話をしましょう。ブラシで髪の毛を溶かすと頭皮が刺激され血流が良くなるので髪の成長を促すのです。おすすめは天然毛のヘアブラシです。肌触りが良く、髪を傷めることなくほとんどの絡まりを解いてくれることでしょう。またイノシシの毛で作られたブラシは頭皮の油を毛先まで広げるのに適しています。あなたの髪を黄金の糸のように輝かせてくれる天然の贈り物です。髪を頻繁に結ぶのは髪の繊維を弱くしてしまうので成長には良くありません。美容師はこれをケミカルカットと呼んでいます。 3. スタイリングの道具を使わないようにする。髪をスタイリングしすぎると髪の組織を乾燥させてダメージを与えてしまいます。熱から髪を守る成分を含んだスプレーをしてからスタイリングをするようにしましょう。もう一つの良いアイデアは美しいビーチウェーブにすることです。この髪型にすれば髪の毛を温める道具は使いませんし、この手のかからないヘアスタイルは外の天候にも左右されることはありません。洗った髪は風で乾かします。これは天然の輝きを髪に取り戻す大きな第一歩となります。スキンケアは大変重要です。髪のケアも同様に行い始めましょう。 4. 自家製のトリートメントオイルを使う。南国のビーチに白い砂浜、ヤシの木、そしてココナッツオイル。これはみんな夢見る光景ですよね。あなたの髪もこの組み合わせが大好きです。ゴージャスなリゾートトリートメントを頭皮と髪の成長のために作るにはココナッツオイルがあれば大丈夫。その簡単なレシピはこちら。ココナッツオイルを小さじ3から4杯温めます。触れる程度に柔らかくして指でオイルを頭皮に慎重に広げます。これにより頭皮の血行を良くし、肌に自然な成分で栄養を与え水分を補給します。
またオイルで肌をマッサージし、10分経った後シャンプーとコンディショナーをいつも通り行います。あなたの髪はココナッツの万能薬に感謝することになるでしょう。その結果として柔らかく滑らかなハリウッドの輝きを得られることができるでしょう。5、すべてはビタミンによって成り立っている。新しい髪の毛を作るには多くの必須ビタミンと栄養成分が必要だということを覚えておきましょう。栄養豊富なものを食べるのは健康な髪を成長させるのにとても良いことなのです。タンパク質を豊富に含む食材には赤身の肉、鶏肉、卵、全粒粉などです。ヨーグルトもタンパク質の高い食品です。ビオチンも髪の毛を生成するのに必要な要素です。サプリメントで摂取するか、アーモンド、ピーナッツ、卵、チーズ、レバー、サーモン、アボカドなどのビオチンを含む食材を食べるのも良いでしょう。体は肌を保湿するためにビタミン A と C を必要としています。これらのビタミンは頭皮の天然保湿成分で、長く成長する健康的な髪を作ります。何を食べればいいか分かりますよね。そうです、ブロッコリー、ほうれん草、そして全粒粉を食べましょうね。またオレンジやグレープフルーツ、キウイ、イチゴ、トマト、そして赤唐辛子も食べましょう。抗酸化物質であるビタミン C は体がコラーゲンを生成するのを助けます。なので朝ごはんはオレンジジュースをコップ一杯飲むことから始めるようにしましょう。そしてサプリメントで摂る場合は用量用法を正しく守って、医師とも確認してから摂ると良いでしょう。ウィンウィンですね。この動画があなたの髪をラプンツェルのように長く伸ばすのに役立ち、目標のヘアスタイルになれることをお祈りしております。動画の下にある評価ボタンをクリックしてもらえたら、さらなるヘアケアについての動画を作っていきたいと思います。コメント欄であなたの髪を伸ばすテクニックについて忘れずにシェアしてくださいね。